ハルコムラジオめんどくさいです、でも頑張ります。こんにちは英雄伝説青の奇跡エボリューションでティオプラトを演じている水橋香織です。こんにちは、 JDK バンドのコテルカルコです。曲、はい、変わりましたね。かっこよくなった。こちら、昨日発売になりました青の奇跡2の主題歌でございます。閃光の行方、聴いていただいておりますよ。歌は私小寺かな子でお届けしております。ありがたい。小寺さん、はい、すごい引き出しだねこんな感じのいつもやるんだね。そう、ちょっと今回ね、かっこいいです。ロックといえども、ちょっとこうね、そう、かっこいいって言われたい骨太な雰囲気の、そう、感じに歌った、はい、ありがとうございます。なんでティオちゃんもちょっと最初骨太のつもりで言ってみた。あ、そういうことだったんだね、まだ全然カルシウム足りない感じですけどそんな感じで152回はい、やってまいりました。ということで、この番組は現在好評発売中青の奇跡エボリューションや、さらについに発売された千の奇跡2など、あまたのファルコム作品について熱く語る番組です。この番組は毎回ゲームのキャストをお招きして裏話を聞いていますが、今回はゲストなし会ということで特別企画をお送りいたします。はい、千の奇跡2ついに発売されました。ということで、プレイした方はその感想を今すぐメールで送ってください。あ、そうね、今すぐっつったら今すぐなんだ。すぐの方がいい。 PC 開けよ開いてください。はい、なんです、ね、小6の都合上速攻で送ると採用率もアップということなので。あ、そういうことですね、はい、よろしくお願いします。ということで、こんな、はい、行ってみたいと思います。ラジオネーム、この戦いが終わったら俺さんからいただきました。ありがとうございます。あ、皆さんこんにちは。こんにちは。初めてお手寄りします。おー、青の奇跡エボリューションクリアしました。お、だんだんと加速していくストーリーに引き込まれ、うん、続きが気になって夜しか眠れませんでしたが、うん、無事エンディングまでたどり着くことができました。よかったねー。今後も、千2、イースト、ファルコム作品をしっかり楽しんでいきたいと思います。うんうん、涼しくなってきているので、皆さん体調にはお気をつけくださいね。ということで。うん、ねえ。いい人。千2も出たんで買ってください。お願いしまーす。よろしくお願いしまーす。します。それでは、うん、今日はね、そんな、読んできた、9月分の読んできたお便りの、はい、MVL の発表もエンディングにしますので。早いな。早いよ、ほんと。ね、どんなお便りが選ばれるのかお楽しみに。はい。それでは、次のコーナーに参りましょう。水さん、タイトルコールをお願いします。出発特務旋回なんか、E が入ったよね。うん、ね、ちっちゃくね。リスナーの皆さんから支援要請をいただいて、番組の支援家見習いの二人がその要請に応えていく、出発特務支援会です、うん。それでは、支援家見習いの二人に登場してもらいましょう。今回は、千の奇跡2が発売されたということで、二人は CM ディレクターになったつもりで、ガチショ的千の奇跡2のキャッチコピー、こちらを言いながら登場してもらいたいなと思っております。はい、それではしおりんからどうぞ。はい、ひらめきマシマシ千の奇跡2発売、特務支援課見習い浜本しおりです。ガチムチ度 120% アップ、全ガチ友が汗ばんだ、千の奇跡2紅葉発売中、特務支援課見習い金久和友です。やだなぁ、やだなぁ怒られそうだな、俺これ怒られる、怖いぞ。怒られる、いろんな人に愛されてるってことよね。そうそうそう、需要がいろんなところにね、そうですね、そう、ゆりかごからガチムチまで広く愛されております。ありがとうございます、はい、ガチムチにするとこなし。はい、はい、今回はあの支援要請でございます。ファルコムミュージックライブラリー聴き比べスペシャル、わっ、ほーら来ましたよ、ね、たくさん存在する素敵なファルコムミュージック、名曲たちとの出会いをプロデュースするコーナー、それがファルコムミュージックライブラリー、珠玉の名曲をガチショコンビにかっこよく曲紹介してもらいます、ということでやってもらってるんですが、今回はいつもとちょっと違います。ちょっと違うの、ちょっと違うの、一つの曲の原曲とアレンジバージョン、
はこれを聞き比べようと心をやってみようと思います。どんなところが違うのか、それぞれの魅力はどんなところかというのをみんなで聞いてみようというファルコムラジオ初の FM チェックの企画です。キラです。ですそれでは、うん、シュリンから、はい、からお願いします。はい、ファルコムミュージックライブラリー。明るく跳ねるような出だしから始まるこの曲は、聴いているだけでも元気で爽やかな気持ちになれます。美しい景色を想像させてくれるこの曲は、まさにファルコム音楽の癒し系。原曲の他にバージョン2008とスーパーアレンジバージョンがあります。バージョン2008の方はまるで葉や花びらにキラキラと雫のついたような少ししっとりとしたボサノバ風になっています。そしてスーパーアレンジバージョンの方はとにかくおしゃれ。バージョン2008よりもジャズの雰囲気が強く大人の一曲となっています。それではお聴きください。まずはツバイオリジナルサウンドトラックより花と風の歌です。どうぞ。まずは原曲の方をお聴き、はい、くださいましたが、はい、はい、では次はですね、少ししっとりしております。同じ花と風の歌ですが、ツバイオリジナルサウンドトラック2008からです。どうぞ。こちらもいいね、ちょっと変わってますけれども、どっちもいいな。そうなんですよ。ですけど最後のまだある、まだあります。そっちがまたシャラニー、シャラニー、シャラニー、すごすぎて書いてあった。シャラニーですね。大人の一曲となっておりますよ、うん、はい、聞いてください。すっごくおしゃれなツバイスーパーアレンジバージョンです。どうぞ。なんか囁いた？囁いてないよね。なんかなんかいたね、うん、聞こえた？聞こえた。生演奏風な、あれ？気のせいかな。ガチャガチャした人がいる、うん、大人ってそういう方向性だよ。確か語弊があります。大人だな。今のところのドラム好き。うん、じゃあじゃあって。
けでこちらがスーパーアレンジバージョンです。さすがスーパー、あー言ってたねそこですかそうね、生演奏風のっていうか、うん、どれもいいなね。でしょう。どれが一番好き、うん、私2番目。私も2番目かな。でもこのスーパーアレンジ版も結構しっとりしていいんですけどね、まあ、で周りもあって原曲いいんだよね。あ、そうですね。なんかね、初めにしおりんが曲紹介に言ってた、うん、はい、葉や花びらの上にキラキラと、なんかこうね、雫が乗ったようにっていうのも、まさに本当そんな感じだなと思って、 そうね、うん、それがこうもなんか少女のなんつうの、面影を残したまんまだんだんと綺麗に大人になっていったみたいな。そして最後ガチムチにでしょ、人生ってわからないもんよね、不思議だな、なんか残念だ。一口に美しいといってもいろんな表現があるなという、そうか、そう、深みがあるなって思いました。ちょっとでしたけどガチムチ要素なんかどんどん膨らんでいくな、ね、 ですまあ、ちょっと皆さん耳を澄ましてもう一回じゃあ聞いてみてくださいね、うん、ね、ぜひぜひそんな楽しみ方もありかなと思います、はい、ではでは続いてガチくんかな。はい、はい、いきます。ハルコムミュージックライブラリー。さて続いて聞いていただきますのはPC88 からセガサターンまで8機種で発売され、スライムいじめでもおなじみのあの作品から、出たスライムいじめ何はともあれまずは聞いていただきましょう。パーフェクトコレクションドラゴンスレイヤー英雄伝説2オリジナルゲームサウンドトラックよりストッパーです。どうぞ。相当かっこいい曲なんですけども、はいはいはい、これがどんなアレンジをされるのか、はい、続きまして、ワクワクえ、ちなみにこれ何個あるの。これ3つあります。あと2個あります。あ、そういうことです。2曲、はい、いきます。パーフェクトコレクションドラゴンスレイヤー英雄伝説2スペシャルアレンジ版からストッパーです。どうぞ。ほほほ、でかかってる音楽みたいな音がしてあのこのミュー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 でしょ。わかるわかるわかる、生鮮コーナーみたいな音がしてこの音だったんだ。だからなんか馴染みがあるんだわかるわ。なるほどね。ほど、ちょっとスーパーでこれかかったら買い物テンポ速くなりそうだねさっ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 てすごいよ、まあ、でもやっぱりさ、うん、これが何年今のが。これがでも1曲目と同じで、え、あ、そういうことなんだ。アルバムのディスクの1枚目2枚目みたいな感じなんですよ。はいはい、まあ、でもこれ確か93年発売されてた。あ、なんか90年代っぽいもんね。なんかだからさ、まだここだけの変化だけどさ、ね、音数が増えるだけでやっぱり違う、全然違うね、印象がね。それこそなんか、あ、懐かしい、だからスーパーでかかってるになるなるんだもんね、うん、でこれがさらに、はい、これがさらに、はい、生まれ変わると言いますか、パワーアップをして、ワク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 、なんだろうこの異常なワクワク感もうね、かっこいいの一言です、はい、イース VS 空の奇跡オルタナティブサーガオリジナルサウンドトラックよりストッパーです。どうぞ。わぁ、
えてるなんて言わせないっていう。本当だ本当だ。これなんか私はねこのネッツトッパーって聞いて、はい、このバージョンが耳にあったわけ、はい、JDK のドライブで、はい、このバージョンでまんまやってるだよね。これやってギターすごいじゃん。バンバンやってるわけですよ、うん、だからこのまあ1番目がピコピコ音、うんうんうん、ね、うんうん、で2番目がシンセ対応、はい、全部シンセ で、うんうん、で3番目がバンドアレンジで、私はこの一番このバンドで聞き慣れてるもんだから、はい、初めのピコピコ聞いた時の衝撃がすごかった。なんかさメインになる楽器の雰囲気違うよね、うん、あ確かこれで聞くとギターなんだけど、うん、なんか2番目とかだとドラムが聞いてくる、うん、ああなるほどなるほど、不思議、なんかそういう差あるよね。あるね、すげー面白い。面白いですよね。面白いよ。ね、面白いね。面白い。全然違う表情に聞こえるもんね。ねえ、うん。オレンジってすごいですよね。すごいんだね。はい。すごい面白かった。大興奮だ。またやろうこれ、はい。はい。そうだね。ということで、うん、あ、だからあれなのか、はい。これ前半戦なんです。じゃあまだ弾けるの。やったー。はい、ということでじゃあ、ファルコムミュージックライブラリーの聴き比べスペシャルの前半戦がここで一旦終了ということで、後半戦もお楽しみに。ティオのつぶやき。ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなこと言ってくれたら俺私頑張れるというセリフでも OK。 毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。そしてコテさんにもつぶやいてもらいつつ、みんなでつぶやいていきたいと思います。はい、はい、それではまずティオのつぶやき聞いてください。あまり連れてこようとすると逆に意固地になって来ないかもしれないので、荒久保先生のことは無視します。ティオちゃんに言われるときついね。きつい、うん、ビビってくるかもしれない。エステル・ブライト、ケビン・グラハム、ロイド・バニングス、ディーン・シュバルツァー。奇跡シリーズではフルネームにラ行が入ってないと主人公になれないルールでもあるのでしょうか。おお、ティオプラト、イエス。イエス。千の奇跡2のクリアファイル、せっかく届きましたが3枚まとめてビニール袋に入っているので全部の柄を見られません。だって未開封信者だもの。もう全くそうですね。なるほど、うん、これね、どうにか一枚ずつ包んでくれたらって、私クリアファイル収集癖あるからわかる。困るんよ。なるほど。そういう時は複数買いするっていうのはお約束なんですけどね。なるほどね。はい、知らなかったもんね。ちょっと行こうでしょ。はーい、行きます。今日は料理コーナーのあるかいということで、みんなにこちらの書類にサインを欲しいと。なになに。食べたことで何かしらの異常をきたしても浜本しおりおよびスタッフにクレームを入れません。ってなんでねん。なんかそれつぶやきだったのか。そうだよ、びっくりした。本物かと思いました。読むのやだったもん。びっくりした。つぶやきでもやだよ。えって言っちゃって途中。本当だよ。 えって言ってたよ。リアルに。以上です。サインもらえたら合法ってことです。しないっつって。サイン絶対しちゃダメですよね。契約書とかよく読んだ方がいいっすよ。本当だね、割とマジで。はい。そしてそして、はい、ガストも行きまーす、はい、いいよいいよ。あ、その表情最高だね。ちょっと色っぽいポーズで。そう、その表情最高。あ、ちょっと流し目気味でいいね。じゃあもう少し足上げてみようかね、バルドさん。バルドさんかよ。バルドさんか。わー、なんとなく予想はついてるね。やっちゃったんだろうね。ここがとか言ってね。かわいい。バルドさんの流し目。ボコボコにされればいいと思う。今、序盤すっごい拷問なのかと思った。ちょっと思っていきます。小手さん、
あの本屋さんに料理本を買いに行ったついでに、はい、お土産です。これ小学校1年生の漢字ドリル買ってきてあげましたよ。今日は3ページ目から7ページ目までやりましょうね。ね、なんでこんな目に遭ってんの？わかんない。でも私今年の誕生日プレゼント、ファンの方からいただいたものの中に、うん、漢字用辞書みたいなの入ってた。小学生の漢字辞書みたいなの入ってた。ピンク色だった。電子辞書でくれれば許すのに。あれ今すっごいもんね、英語辞書とかいろいろ入ってさ、うん、めっちゃ便利。確かに水さんすごい一番軽いって言われてるやつ欲しいな。以上ですみたいなね。はい、うん、はい、ということでこれからあつぶやかないのまだ、ね、はい、ごめんね、以上です。あ、まだ、あ、ごめんごめん、最後支援課でいきます。はい、ガチくん、いいニュースと悪いニュースがあるんだけど、どっちから聞きたい？じゃあ悪いニュースから。うん、料理作りすぎてたくさん余っちゃったんだよね。ちょっと急用思い出しちゃったからお先に失礼します。小寺さん、美咲さん、あと頼みます。さあ食べてください。やっぱり終わっとけばよかったので、ね、以上です。以上で終わっとけばよかった。はい、これからも楽しい、はい、お待ちしてます。以上、キヨのつぶやき。あ、あと来週の岡島さんのもお待ちしてます、ね、よろしくお願いします。はい、ファルコムミュージックライブラリー聴き比べスペシャル後半戦。今日は原曲とアレンジバージョンを聴き比べるという試みをやっておりますけれどもね、はい、どうですか前半戦。面白いです。もうはよはよ。そうね、はよ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 だよね。はよ、じゃあもう早速行ってみたいと思います、うん、ここからは後半戦ということで、じゃあ今度はガチくんから紹介してもらいましょう、はい、お願いします。はい、ファルコムミュージックライブラリー。イースといえばこの曲ですね。ミステリアスかつ優しい音に癒されます。ミュージックフロムイースからフィーナです。どうぞ。これこのまんまでいいんだよな、私。そうだね。これをね、こう、うん、頭に耳に覚えておいてください。うん。あと3曲。どうなっちゃうんだろう。あと3曲きますよ。え、あと 3?2 じゃなくて。はい。はぁ、はい。そして続いてはですね、うん、さらに、神々しさが加わり、より素敵な曲に仕上がっております。イース1-2クロニクルズ、オリジナルサウンドトラックより、フィーナです。どうぞ。
このイメージ強いんですよ。あ、そうなんだ。私はあのガディス先生の影響であのドット絵のズワーってこうじわじわ出てくる最初のフィーナさんのイメージが強いんですけど、あれ面白いね。どっちもイメージあるな。なんでだろう。いや、プレイしてるからじゃないですか。俺クロニクルズやってますもんね。そう、クロニクルズでやって、これオープニングのなんかアニメーションが流れる時これ、あってる。そうです。あ、だ両方だよね。その始める時もはこの選曲出て、ね、アニメーションでわーって出てくる時はこっち流れた記憶。そうですね。あ、だどっちもどっちもだなと思って私。魂に刷り込まれてるフィーナはどっちもだな。面白いな。そしてさらに、はい、そしてさらにこのバージョンも忘れてはいけません。歌詞が入るとさらに一味も二味も変わります。そうなんだよね。南翔子さんのアルバムフィーナから女神たちのささやきです。どうぞ。あるんです。これぞある意味ハルコムミュージックの妙かな。いきます。アルバムプロビンシャリズムイースからフィーナです。どうぞ。何フィーナがサンバ踊っちゃいそう。すごいね。すごいですね。このプロビンなんだっけ？プロビンシャリズム。これオカジもなんかねえって言ってた。このアルバムはもうなんかねえって言ってた。前ライブラリーでも一曲やってますもんね。うん、面白いこれ。このシリーズ面白いなって。すごい。あの原曲のフィーナを覚えときながらこのダンダンといくと。そうね、これいいよ。やっぱ企画的にもすごい面白いね。面白い。もうないの、もうないの。
もうないんだ。はい、じゃあ次はしおりが。はい。では、浜本の曲紹介いきます。はい。ファルコム、ミュージックライブラリー。ご紹介するこの曲は、どのバージョンもまさに冒険という神秘的な雰囲気のする一曲です。うん。一つ目のバージョンはゲームのタイトル画面でも流れており、まさにこの作品の顔とも言える曲です。はい、静かでどこか重々しい部分も感じます。それではまずお聴きください。イースオリジンオリジナルサウンドトラックよりザ・ガイダンスオブ・ア・ホワイトタワーです。どうぞ。なりまして、まるで映画に使われていそうな壮大なオーケストラっぽいサウンドになっております。ドキドキ。はい、とにかくかっこいいの一言で、バージョン違いというよりは正しい劇版のあり方という感じでお送りします。イースオリジンオリジナルサウンドトラックよりトゥーザネクストジェネレーションです。どうぞ。正しい劇版だ。一瞬で理解したすごい。バージョンではなんとボーカルアレンジになっております。お、はい、はい、お聞きください、はい、イースオリジンスーパーアレンジバージョンより YSY 医師司法の方向です。どうぞ。
こちら住谷美希さんという方が歌ってらっしゃいます。はい、コーラスがコテさんだということで。 Yes I do、うん、ですよ。そうなんですよ、まあ、前半はやってなかったような気がする。後半にかけて私コーラスやったな。いやー懐かしい。私はこの住谷美希ちゃんバージョンで、あのこの曲の存在を知り、うん、ナイスっていい歌だなぁ、いい歌あるなぁ、すごいゲームだなぁと思っていたわけですよ。まさかこんなにバージョンがあるなんて、その当時知る由もなく。でもやっぱ原曲を知るとまたなんか、うん、違う、ね、なんていうか解釈というか、うん、ができるなって思うなぁ。え、ここのこういう大サビ感というか、これは原曲にもあるんですか？あったんだ。あ、聞きたいな、全部聞きたいな。うん、これはぜひぜひ、うん、ね、うん、またやりたいというか、そうだね、曲を聞いてみたいなと思います。はい、確か iTunes さんとかでもいろんなところで1曲ずつも販売しているはずなので。そうだね、はい、そうだね、はい、ぜひチェックしてみてください。どん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 ね、そうね、大人買いを、そうね、まとめてくれればね、はい、まあ、曲名変わっちゃってるやつあるんで、そういうのなんかここで気をつけて、そうですね、紹介してみたりなんかするの悪くないんじゃない、これいいんじゃない。いや、よかった、楽しいわ、面白いね。だから多分全曲知ってたわみたいな人はもうすごいさすがって感じだけど、うんうん、あ、知らなかったみたいな人は多分たくさんいらっしゃったんじゃない。新鮮な驚きがあるよ ね、 ね、うん、素晴らしいと思いました。はい、ということで、うん、ファルコムミュージックライブラリーにお届けしましたけどね、今日は聴き比べスペシャルということで、これからもあなたからの熱い熱い曲のリクエスト、そしてこのこういった聴き比べの曲、これとこれ聴き比べたいよみたいなリクエストもね、うん、ぜひぜひお待ちしております。以上、ファルコムミュージックライブラリー聴き比べスペシャルでした。わけでテンション上げていきますよ、うん、はい、立川アニキアンイベントの詳細が発表でございます、うん、10月25日土曜日に立川にて開催される立川アニキアン2014にてファルコムラジオのステージイベントを行いますと以前お伝えしましたが、詳細が決定しました。 What? まずはイベントタイトル、お、こちら何やったの？じゃじゃん、ディオのファルコムラジオめんどくさいです、でもこんちゃん社長に呼ばれたので頑張ります、 in 立川アニキアン出張版一応頑張りますって入ってる、一応ね、うん、頑張んないとね、うんうん、こちらのイベントは10月25日土曜日の13時、お昼13時から14時、1時間、はい、13時から14時、1時間なんて、うん、そうなんだよね、発弾してたら終わるわ、あっという間だろうねきっとね、うん、会場は立川駅より徒歩5分の特設会場で行います。近いとこでやっていいの、そう、怒られない、知らないよね、騒ぐよ、割と知らない出演は我々4人とゲストにフィー・クラウゼル役の金本久子さんが、登場してくださった。当日はいつものラジオの雰囲気を感じてもらえるような、うん、去年イベントやったじゃないですか、うん、ね、はい、あそこの感じ、ああいう感じになると思う。そうなんだ、うん、あそこはでも囲われてたでしょ、今度どうなの、囲われてるんですか、もう晒しまくろうぜ、囲われてないんだって、屋外、屋外だって雨降ったらどうなるの、あ、そうだよね、メイさん悪いけど天気悪かったら帰るで、いやでも、まあまあ、晴れるように祈るしかないよね、今からね、テルテルボール、これでも実際のところすごい気になるんで、うん、どのぐらいの雨天ではやるとかさ、うんうん、そうだね、気にさせてほしいな、完全な本当の野外で屋根も何もないのか、うん、あれだもんね、うん、まあ、とりあえずこちらのイベント無料で観覧できるということなんで、ね、ステージ前の座席は当日の朝指定の整理券配布場所にて先着順にてお配りしますと、うんうん、いうことでございますね、座席数分の整理券配布終了後は立ち見となります、うんうん、他イベントに関する情報は立川アニキアンのホームページにて
ご確認くださいということなんですけど、八川兄ちゃん、そしてですね、ここのここで一点お願いがあるということで、はいはい、特設会場ということなんで近隣には住宅があります、徹夜で並ぶなどの行為はお控えください。そうね、うん、これね、こういうことやっちゃうともうイベントができなくなります。これ割とマジです。そんなこと言ってやってんだろうって思うかもしれないですけど、割と大変なんですよ、うん、大変ですよ、うん、なのでね、ルールは守ってそう楽しくね、うん、過ごしましょうね。はい、まあ、あの我々のそのファルコムラジオイベント以外にもたくさん、うん、あのイベントあると思いますのでね、はい、みんなで、楽しいイベントができるようにルール守って、楽しい一日にしましょう。他のブースもねたくさん見に行ってみてください。来週も日本ファルコムの耳寄りな情報をお届けします。以上コテカのニュースでした。はい、ということでファルコムラジオ第152回お別れの時間となりました。まあ、したというところで今日は、うん、今月最も面白かったお便りを決めたいと思います。あ、そうだね、うん、先日私たちが作ったノベルティをゲットするのは一体誰なんでしょうか、うん、私たち4人がそれぞれこれが良かったんじゃないか、これが良かったんじゃないかというお便りをノミネートしました。まず一人一人発表していきたいと思います。はい、それではコッティさん。はい、私この方でございます。検定レーベにもう一度会いたいさんからいただきました。固定書きの漢字間違いのご指摘です。香港の件ですか？正しくは、はい、カオル港。カオル知ってる香港は港が香港、あのブックカオルです。ブックカオル。まあでも本当にね、うん、ありがとうございましたご指摘ということで、はい、これノミネート。ではでは、はい、じゃあ。お次浜本はですね、はい、青の奇跡エボリューションクリアし、これからもファルコム作品を楽しんでいきたいという初投稿の、あ、はい、ラジオネームこの戦いが終わったら俺さんにあげたいなと、あのちょっとラジオネームがフラグ立ちすぎなので、うん、頑張って心配になる、ね、そう心配になるので、これからもファルコム作品やってほしいなと思いを込めて一票です、うんうん、そしてです、はい、ガチ友はですね、ラジオネームニョロさんのコティオの取り調べ室から立花さんに質問で、ファルコムゲームに関する思い出とか聞いたんですけど、あれで立花さんが教授に就任されたということで、これを推したいと思います。そんな水さんはですね、はい、よラジオネームクジラ船長さんの、うん、ね、コテさんの、うん、香港での人に見せられないような映像の話、あー、なんもいいや、ほじくり返していこうっていうあったね、香港での話、はいはい、ということで遠いね。ではじゃあ出揃った、はい、今日は大人何人いんの、そっち何人の、あ、お11人ってことですね。11人もいんの、聞こえね。じゃあそんな11人で決めていくぜ。まずは、私コテさん選びましたよ。検定レベにもう一度会いたいさん、ブックカオルでいいんだぜっていう方お手上げ。はい、あげたい、あげたいあげたいな、水さん、水さんあげてるよ。7、すごいね、すごいことになってる。じゃあ初投稿のこの戦いが終わったらお姉さんに一票の人、はいはい、1 はい、はい、続いてラジオネームニョロさんの教授を発見しました、はい、1。じゃあクジラ船長さんのコテさんの香港での人に見せられない話は、まあ、もうないですね。2ですね、はい、すげえ、すげえな、まさかの、まず1 ということは、はい、検定レベルにもう一度会いたいさん、今月の MVL でございます。おめでとう、おめでとうございます。そんな気がしてた絶対これだなって思ってた、ね、はい、はい、ということで、うん、まあそんな、いろはカルタをお送りしますのでね、楽しみにお待ちください。そして10月ももちろんお便り大賞やっちゃいます。私たちが盛り上がりそうな、なるほど合うと喜びそうな、そして大笑いしそうなお便りお待ちしています。1ヶ月かけてお便り大賞を決めておりますよ。あなたからの熱い投稿を待ってます。ファルコムラジオでは皆さんからのメールお待ちしておりますので、続々とリリースされるファルコム作品への熱い思いや、さらに私たちへの質問、ティオのつぶやき、ぜひ送ってきてください。そして出発特務支援課のコーナーでは皆様からの支援要請をお待ちしています。さらにファルコムミュージックライブラリー、ファルコム川柳にもお便りを送ってください。はい、どのコーナーも MVN の候補です。
ね、番組を盛り上げてくれたお手紙には月一で番組オリジナルのノベルティをプレゼントしてます。笑いすぎじゃん、笑いすぎじゃん。来週はファルコム JDK バンドの岡島俊春さんがゲストで、ガーディス岡島さんが来たりするかもしれないぞ。ぜひぜひご期待ください。ちょっとしおりに呼んでくれまさかなんでだよ。すべてのコーナーへの宛先はめんどくさいアットマークファルコム -radio.com めんどくさいアットマークファルコム -radio.com までお願いいたします。はい、そしてツイッターもやってます。アカウントはファルコムレディオです。ぜひフォローしてメッセージやつぶやきを送ってください。番組の公式サイトにもコーナーの説明やアドレスが載ってますので確認してください。そしてコテさんが、今巨人で背番号1をつけているのは、おブブー、今背番号で1をつけてる選手はいませんと、懐かしの10回クイズに引っかかり、ガチの太ももに膝蹴りをお見舞いしながら書いていたとの噂のコテさんのコテ書き。今井の喋り方で言いたくなさそうな。そう。おお。超受けた。だって。アホかーねえ、まあそんなコテさんのコテ書き、うん、ねえ、こんなこと本当は言ってないから。そうだ、本当に言ってないから、うん、こちらもなんで私怒ってんのお読み流しのないようにお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。お相手は水橋香織と小寺かなこと小寺さん和友と浜本しおりでした。またねー、またねー。きらめく刃に刻む奇跡。この番組はキャラアニの提供でお送りしました。え？千の奇跡2、もうクリアしたの？